林や恵美丸み2月15日隊は、大阪府片野市出身の落語家であり、漫談家。本名は、松崎克彦。吉本工業所属。情報落語協会会員。1996年京都産業大学卒業の2年後、1998年4月に4代目、林や染丸に入門。笑い丸拝命。情報落語会屈指の多芸な落語家。 笑いの多い、滑稽話や踊りが入る、音曲話、数多くの芸事を入れる、独自の演芸落語を得意とする。明るく陽気な、落語130席以外にも、笑い丸創作音曲話、ウクレレ落語、髪を見ずに、後ろで髪を切る、後ろ髪切り、後ろ向きで、お面をつけて踊る舞踊、後ろ面等の多彩な芸を持つ。 さらに寄せの踊りカッポレにアクロバットを取り入れた、バクテンカッポレや、松づくし、三味線漫談やウクレレ漫談、大道芸、カルー流日本舞踊も披露する。古典落語に、それらの芸を取り入れて、独自の演芸落語を演じる。全国各地で開催される、講演会でも、落語と演芸を取り入れた、講演の講師として実績が豊富である。2002年、文化庁移動芸術祭に、 寄せの踊りで出演。2005年、カナダバンクーバーで、落語とクラシックの夕べ公演。2006年、彦八祭り内で行われる若手落語家ナンバーワン、決定戦、RR-1 で優勝。2007年6月7日、テレビ朝日、その男、副所長京都河原町所事件ファイルにて、紙切り指導も担当。また、紙切りが得意な犯人の手の役で出演。 6月30日、天馬天神繁盛亭にて、独演会を開催。同年、FM 大阪クラコレ企画、落語アンサンブル公演。さらに、アメリカサンフランシスコにて、大阪サンフランシスコ姉妹都市提計50周年、記念事業、英語落語公演に、英語情報演芸で出演した。2012年9月から2014年2月まで。 あなたの町に住みますプロジェクトで2代目奈良県住みます。芸人に就任。2017年 NHK 連続テレビ小説、和ロ天下にて、後ろ面の踊りの指導を担当。また落語火薬で出演。ありがとうございます。